次行きます。あのさ、ソラルさんは物じゃないんよ。ソラルさんのメリットとデメリットをそれぞれ3つずつ教えてください。メリットデメリットソラルさんをデメリットとかメリットとか言うな。なんそん打算的な考えで付き合ってないわ。そんななんかめっちゃおもろいこれめっちゃおもろいこれ。ソラルさんのまあいいとこ あれかソラル、じゃあそれをさらに、じゃあもう無理やりメリットとデメリットって言い方にするか。あ、ソラルさんのメリットデメリット、メリットメリット、なんだろうな、まあ普通にあれじゃないかな、面倒見がいいこと、相談に乗るポジなんですよ、あの人って。相談に乗るのがうまい、相談を聞くのがうまい。でそうやってなんか人の話を聞くのがうまいから、すごくこういろんな人にとってソラルさんは相談役としての役割を買ってるね。だから相談役が欲しいならソラルを仲間にするのがいいね。このパーティーにソラルを入れておくのが、構築にソラルを入れておくのが相談役の枠を補えるかな。そういうメリットがあります。あとはなんだろうな、結構情報通ですね。情報のアンテナが立ってるタイプなので、流行り廃りとかそういったものにとても詳しい、流行りに真っ先に気づくタイプ、本当にそういうタイプですね。なので何が流行ってるとか何が、まあ、流行ってないとかそういったことに気づける人って感じですね。まあ、メリットだからその情報役として僕らの軍にソラルを起用するのはとてもメリットがあると思う。うん、もう一つはそうだな、まあ、基本的に何でもできる人ですね。そつなくこなす人ですね。例えばソラルさんがめちゃめちゃできないっていうものがあんまないんだよ。大体のことが水準を超えてできるっていう人なんですよね。運動もできるし、まあ、勉強もできるし、その別にそんなできないことがないっていう人だから、いて損することがないですね、基本的に。まあもちろん全てにおいて120点であるこの天才である私と比べたらちょっとまあどうなのかなって思うけどね。もちろんね、この俺と比べたら、いや嘘で、冗談よ、冗談だからね。ソラルさんはね、運動できるよ。運動できないじゃない、ソラルさんはちょっと体力がないだけで、運動自体はかなり運動神経ありますね。バドミントンとかめっちゃうまいよ。うん、基本的には何やってもうまいと思う。うん、デメリット連絡不詳ですね。一つ挙げるなら、大事なところで連絡がつかない、これマジである。だからその例えば今連絡が取れないと困るってタイミングで連絡が取れないっていうことはある。だからそのここで連絡が取れないと困るみたいな仕事に彼を連れていくのは危険。うん、デメリットを挙げるならそこ。他デメリット、ソラルさんがあれですよ、我が軍隊にいた際に、利点とデメリット、メリットとデメリットを挙げるって話でしょ。あとなんだろうな、いやでも別に裏切ったりする人じゃないしな、義理がたい人だし、別にそういう人望もあるしないんじゃない、別にそんくらいかな。本当になんか連絡がつかなくなるっていうことぐらいじゃない、マジでそんなもんだと思います。うん、はい。いやだからみんなも自分の軍を強化したいんだったらソラルさんを起用することは非常におすすめ、マフマフのおすすめ。次なんかこの言い方面白すぎちゃう、マジ。